3時になりました。またまた30分で50分までやります。腰投げとカウントよろしくお願いします。おやつ食べた。おやつっていうか今さっきお昼ご飯食べました。めっちゃ遅いお昼ご飯食べました。いい感じに今はちょっとお腹いっぱいです。はあ、お寿司食べました。ね、なんか食べたいのいっぱいあったんですけど、お寿司にしました。うん、お寿司と茶碗蒸しを食べました。美味しいね。海鮮茶碗蒸し、茶碗蒸しが3種類あったんですけど、何も入ってない茶碗蒸しが本当は良かったんですけど、なんか何も入ってない茶碗蒸しが売り切れてて、なので海鮮の入った茶碗蒸しを食べました。この時間仕事で一周とカウントしかできずすいません。ありがとうございます。大事大事です。なぎちゃん銀杏食べれるの？好きではないけど嫌いでもないです。普通に食べれますね。普通、まあ好んで食べには食べたりはしないけど、入ってたら食べます。うん、茶碗蒸し美味しいですよね。私茶碗蒸しすごい好き。うん、茶碗蒸し食べたくなったねえ。美味しい。コンビニの茶碗蒸しも好きだし、茶碗蒸しならもう全般好きですね。うん、松茸茶碗蒸しとか、うわ絶対美味しい。でも高い。松茸は高いね。茶碗蒸しの栗って北海道だけなんだって。この前テレビでやってたよ。そうなの？確かに東京で茶碗蒸し食べるときっていつも銀杏な気がする。茶碗蒸し栗が入ってるのってあんまない気がする。そうなんだ、知らなかった。でもそうだな、私栗が苦手ですね。でもまあ全然食べれるけど苦手です。
栗芋、だからモンブランとか私食べれないんですよ。そうそう、モンブランも食べれない、食べれないですね。なんか栗がもう、栗の味がダメなんですよね。そう、なんだろう、後味説明できないな、なんかあの味。食感もあんま好きじゃないです。少し固めのモサモサした感じがあんまり好きじゃなくて、そのあるよ味、栗はもうね味ちゃんとありますよ。あんま好きじゃないな。ね、モンブランは見た目可愛いんですけどね、ちょっと味がダメなんですよね。栗ご飯がぶっちゃけ僕も栗得意ではない。本当に？いや栗はね、わかるわかるよ。さつまいもは好き、大好きです。なぎちゃんが炊き込みご飯にハマってるから栗ご飯いけそうだと思った。絶対自分では作んないです絶対自分では栗ご飯なんてね作りません。前自分の庭に栗の木あった。すごっ、庭にさ木があるってすごいよね。なんかたまに桜の木が咲いてるお庭とかあるじゃん、すごーって思うね。なんかでも自分が子供の時からあって自分と一緒に成長していくっていうのもすごい、ちょっと憧れる。ユズの木もよく見ますね。え、よくも見ないけど、でもよく聞く。ユズの木も生えてるって。柑橘系のやつね、いいよね。でも私の実家は木って感じのやつはないですね。なんかもう太い木みたいな感じはない。ゆずはアゲハチョウがよく来ます。アゲハチョウ、アゲハチョウって私あんま見たことない。いつも見るのはモンシロチョウとか。アゲハチョウってね珍しいよね。ご近所さんは金木犀が多いかも、ね、絶対じゃあいい匂いするじゃん金木犀。蝶かと思って捕まえたら蚊やったことある。やだ、蚊ね、蚊やだよね。ちょっと部屋暗い、暗い気がしてきた。ちょっと電気つけます。
充電が、あ、ちょっと待って、電池切れだ電池切れだ、あ、電気つかん、スイッチを押しに行かないとつきません、めんどくさい、めんどくさいや、もういいや電池変えないと、後で星投げとカウント終わったのでまた仕事に戻ります、新曲楽しみにしてます、はい、待ってます、ね、出演時間も20時台って出たので皆さんぜひ20時台でか、まあ最初から見れる方は見てください、電池は左右入れ替えてあげると少しの間復活することがあります、だって入れ替えてみる、これでちょっと復活したらすごい、あ、復活するかな、うん、あれ電池が取れないです、あらあら、あ、無理です、はい、無理です無理です、つきませんでした、でもよくさ、なんか電池がなくなって電池あるか確かめるためにその電池を舐めて確認する人とかいますよね、それビリってしたら、あ、まだ電池あるみたいな私のお父さんがそれ昔やってた、危ないからでもやっちゃダメですよ、あ、カンタアットマークカンカンさん、ペンギンありがとうございます、ね、電池舐めたらダメですよ、危ない、確かに体張ってまでしたくない、それはそう、いや私も一回だけ舐めたことあるんですよ、ピッてもう使い切った電池を、したらね、いや結構ビリってきますよ、使い切ったんだけどかなりビリッとしてびっくりしました、味とかじゃないよね、もうなんか、いや、うん、うってなる本当に舐めちゃダメです皆さん、だから、なんかもう今さっき本当に食べ物食べたからめちゃくちゃ今お腹が動いてる、ギュルギュルなってます、消化中、消化中です、今お寿司をグーってなった、いいことですね、健康体です。
バツ。北海道では体育でスキーを習うは本当？もちろんありますね。スキーは、スキーかスケートか。前もね、多分この話になって、そうありますよ、スキーの授業、一日中スキー学習みたいな。でもその日はもう勉強しなくていいってことなんで、私は大好きでした。クロスカントリーもあるけど、どうなんだろう、私の時は小学生の頃は普通にスキー場に行ってスキーしてだけど、あ、中学生の頃もかな、いや中高ぐらいからクロスカントリーをやりだしました私。そうね、校庭が冬スケート場にする学校ある。あ、スケート場確かあるかも。カントリーアットマークなぎなぎ中さん、ペンギンありがとうございます。私の小学校の時は校庭に雪が積もったらそこでスノーモービルをやってました。それにバナナボートをつけてそこにみんなで乗ってみたいな、グラウンドを3周ぐらいやって交代してまた3周してみたいなことを冬休み期間中とかかな、なんかやってましたね。でたまに投げ出される人がいるんですよちょっと危ないけど、まあ北海道ならではだなと思います。うん、楽しかった。でもね、遊んでる時はそんな寒さ感じてないんだけど、やっぱりみんな乗りたいからさ、結構行列になるんですよ。その並んでる時の寒さがもう本当に寒って感じでしたね。なんかみんながみんなスキーウェア着てるって感じでもなかったので、そう、スキーウェア持ってる？いや、もう持ってないですね。もうだいぶ前から買ってないです。多分もう処分しちゃったと思うんですよね。わかる、今のスキーウェアはもうおしゃれなんだろうなって私も思う。きっと進化してますよ多分。
でも本当にスキーウェアはあったかいです。あったかいけど脱ぐのが大変です。私は水色のスキーウェアでしたね。水色でここに雪の結晶のなんていうんだ、模様がついててみたいなスキーウェア着てた。この枠は何時まで？ 50 分までです。あと10分。そう、本当にね、昔から水色が好きなんですよね。なんか爽やかですって感じがいい、すごく。花見に雪降ってスキーウェア着て花見したことある？相当寒いね。じゃあそれどこで花見したの？絶対東京ではないね。でもまあ、花火時々あるみたいですね。いや、極寒嫌だよね。ちょうどいい暖かさで花見をしたいな。最後の枠は来れないので、今日はこれで打ち止めです。明日よろしくお願いします。じゃあ明日待ってます。ありがとうございます。今日は最後の枠は23時29分からもう12時までやります。なので、まあ夜遅いんですけどね、今日も毎日でも12時までっていう枠を作りたいので。そう、眠いよね夜はね。皆さん本当によろしくお願いします。渚ちゃん普段9時に寝るイメージ。そんなイメージどこでつきました？私夜更かししてるしか言ってないと思うんだけどな。しっかりしてるっていうイメージ。でも夜更かしも本当に少なくなることを祈る、このイベント期間で 改善したい。このイベント期間にも早く寝れるように習慣づけたい。なのでまたできたら12時までの枠の時はなるべくお風呂に入っといてから配信したい。
今日一日の配信はもうメイクしてる時の配信一枠もないわ、思ったら。でもタイミング的にね、なんか、うん、帰ってからすぐメイク落とす気でいるのでうん、一枠もないわ。もうね、すぐ寝れる格好でショールームをしたいです、最後。カウントダウン TV の見どころはどこですか？いやもう全部って言いたいけど、まあ、じゃあ一番最初の、あ、最初に一番大事なサビで、サビは大事ですね、どの曲も。じゃあということで、そろそろ順位を読んでいきたいと思います。順位は13位はドラさん、ありがとうございます。12位はフォークアットマーク香港のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。11位はかずきさん、ありがとうございます。10位はブリアンさん、ありがとうございます。9位は山なっしーさん、ありがとうございます。8位はショートさん、ありがとうございます。7位はお坊さんアットマークひいなぎおしさん、ありがとうございます。6位はさんちゃんさん、ありがとうございます。5位はメロンメロンさん、ありがとうございます。4位は黒曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。3位はまゆゆ神推しさん、ありがとうございます。2位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さんです、ありがとうございます。わいわい、あと残り1枠、そしてカウントダウン TV、よろしくお願いします。見たらツイートしてね、曲名とともにハッシュタグで。じゃあもうそろそろ終わっちゃいます。うん、正座で見ますいや楽な形で見ていただいて、正座すると足しびれちゃうんでね。うん、カメラに向かってハート、ハート、ノーマルなハート。あと1分で終わります片目で見ます。いやちゃんと見てください、ガン開きで。もうではでは、もう少しで終わっちゃいます。ね、とりあえず今日は1位キープできるかな、どうだろう。キープできたら嬉しいですね。じゃあそろそろ終わっちゃいます。うん、バイバーイ、ありがとうございました。